行くわよ。女神見守る府中に天使が舞い降りる。ビクトリアに見つめられた者が勝者となる。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はエルコンドルパサー。2番人気を紹介しましょう。サイレンス鈴鹿。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、シューカショウ馬娘ダイワスターレット。1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはサイレンス鈴鹿。ダイワスターレット15番サイレンス鈴鹿、会場に飛ばしていきます。先頭を行ったのはサイレンス鈴鹿。続きましたダイワスターレット、激しい先頭争い。少し後ろから16番内から行く15番、5番手に4番、さらに5番内から行く1番、少し離れてアイクシャトル、そして内目を引きましてはアグネスタキオン。その後3、4馬身開いて10番1馬身離れてガリダブライアン、内の方からエルコンドルパター。下がなく11番、少し後ろからエアグレーブ、外から行く12番、その後14番、そのうち並んで7番、下がなく2番。意気揚々と先頭行きますダイワスターレット。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。ダイワスターレット花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはダイワスターレット。ダイワスターレット逃げる。400を切りました。リードを開いていくダイワスターレット。ダイワスターレットここから一気にちぎるか。ダイワスターレット足色は衰えない。残り200。ダイワスターレットリードは2馬身追いすがる。アイクシャトル。ダイワスターレット突き放せる。強い強い。一着はダイワスターレット。最後意地を見せて栄冠を手にしました。しのぎを削る熱い戦いを制し、見事女王の戴冠を受けたのはダイワスターレット。2着アイクシャトル、3着はサイレンス鈴鹿。やっぱり私が一番だ。